7時10分、朝食会場に来ました。朝食券です。朝食券を入り口のカゴに入れるだけで、受付などはなかったです。まず席を確保します。ここでは料理名の記載がなかったので、見た目で料理名を判断しました。最初はイカリングフライです。ソーセージとジャガイモの料理です。ミネストローネっぽい料理です。焼きそばです。その隣がご飯で、こちらが味噌汁です。こちらはサラダコーナーです。手前がブロッコリーで、奥が海藻です。マカロニサラダです。キャベツの千切りなどです。こちらにはパンが置かれているようです。こちらの炊飯器は、どちらも同じ白米でした。炊飯器は、高級そうな黒い方にしました。こちらには、卵焼きと生ハムがあります。この左側には、粉のお茶とお湯が置かれています。オレンジもあります。その下には、漬物があります。納豆と焼き海苔もあります。こちらにはヨーグルトがあります。その下にある生卵をもらいました。この左側にはうどんがあります。席に置きます。味噌汁をもらいます。こちらがドリンクコーナーです。オレンジジュース、アイスコーヒー、アップルジュース、野菜ジュース、水があります。ホットコーヒーもあります。
選んだ料理です。いただきます。ホームページによれば、和洋20種類以上の朝食バイキングです。私は、朝食付きの宿泊プランにしました。朝食券を後から購入する場合、700円だそうです。ちょっとシンプルですが、これだけあれば十分ですね。特に、白米がすごく美味しかったです。私は納豆に生卵を入れるのが好きです。先日ネットで納豆と生卵の食べ合わせが悪いということを知りました。と言ってもお腹を壊すとかではありません。納豆の栄養素、ビオチンの吸収率が下がるだけだそうです。ご飯のおかわりをしました。そういえば、この状態で動画には映っていませんが、私の右手奥の壁側の席に2組の親子連れがいます。昨夜、日立海浜公園にディズニー、ムージック&ファイアーワークスを見に行ったのですが、私の後ろに、その親子がいました。動員2万5000人のイベントでしたし、この辺りには、かなり、多くのホテルがある中で、すごい確率での偶然だろうなと思いました。こちらで持ち帰りのコーヒーをもらいます。ごちそうさまでした。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。